井上彰の東京インスタレーション TV、 今回は失われた枝という曲についてお話をいたします。この曲は、まあ、他の曲でも説明しましたし実際そうだと思うんですが、ちょっとその民族音楽的なアプローチとか、普通の、まあ、なんて言うんでしょう、コード進行がはっきりした曲というのとは違う作り方をしていて、言ってみればこう絵に例えればこう点をこうたくさん打って、それで形をこうぼんやり見せていくような、そういうイメージというか、そんな作り方なんです。それはどこから来たかというと、実はその、前にですね、あるタイヤメーカーのCM、 テレビ CM を作品シリーズとして、作っていたことがあって、その時にその自分が、作った曲、一曲ではなくて、何曲かの作品をいろいろなその形で、映像作品として、テレビに流していただいて、でそこにですね、まあ、それは寺尾明さんも関わっていたので、寺尾さんのもそうだったんですけど、CM にそのミュージックバイ寺尾明とか、ミュージックバイ、井上明とかっていうクレジットを入れてもらった初めての作品だったんですね。なので、自分にとっては今でいうその PV の代わりというか、クレジットもちゃんと誰が作ったのか、まあ何を感じたのかくらいまでも伝えられるメディアを持ったということで、とてもとてもラッキーだった時代だったんです。で、そうしたその CM 音楽を作っていく中で非常に、例えばメロディーとかその、伊藤に行くならんやとかそういうんじゃなくって、でも CM として強いものというのを求められていたという時代で、そのための実験とか、まあ、研究をしながら実際に仕事を通して作品を作っていた、そんな時代だったんです。なのでこの失われた枝というのはこのアルバムの中でも一番その空気が色濃く残っているもので、でそういう意味では例えば、ピアノのその弦の上にこうコインを置いて、まあ、プリペアードピアノというふうに現代音楽で言いますけど、一本の、弦を鳴らすことによってこうカラ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 っていうそういうノイズをそれに乗せてみるとか、それから一度録音した音をもう一回こう打楽器の中にスピーカーをこう入れて、で、再生するとそのまあ打楽器のこう例えばスネアドラムだったり、まあ、スネアの中にはスピーカー入りませんけど下に置いたりすると、そのザラザラザラっていう響きがもう一回加わる、そのノイズを含めた音色というのがすごく、説得力がある新しい音になるんじゃないか、そういう実験を繰り返していた時期です。ですのでこの曲の途中でいろいろこう出てくる音の中には、今言ったそのコインを鳴らしている音とか、ティンパニーの上に何か落としたりとかですね、まあ何かとにかくいろんなことを、スタジオにある楽器を全部使っていろんなことをやってみていて、まあ、うん、そうだな、打率は本当に2割もに満たないというか、実際に使われなかったものが多かったんですが、他の回でもちょっとお話をしました2台で500万とかっていうような楽器を一生懸命こう使いながら、何か他にないもの、何か誰も手をつけてないアプローチ探していた、まあ若かったんですね。